はい、皆さんこんにちは。今日は福島県二本松に来ております。今日はここ十泉寺さんに来てみました。のどかな場所です。そして辺り一面菜の花も咲いておりますし、桜も見ごろになっております。でこの正面この山門すごいわ、すごい年季が入っております。この朽ち果てた感じの山門の仁王像も何とも言えない味を出しております。そしてここ龍泉寺さん、先ほどから見てるとすごい参拝に来る人がたくさんいます。やっぱこのここから見るお寺さんは何とも言えないわ。ああ、ここに開山562年と書いてあります。すごいパネルがあるわ。これでちょっと記念写真写しましょう。すごい、おお。この正面の石灯籠っていうんですかね、これはすごいでかい。その前にこっち行きましょう。映ってるかな。よし、じゃあ行ってみましょう。そして、あ、こっちの盆栄鐘もすごいわ。これはなんとも贅沢な作りになっております。あ、これまず手払うとこありますんで見ていきましょう。ちょっとこのジャリジャリというと音が入っちゃうんで、ゆっくり歩いて。これは素晴らしい。で、じゃあ一応盆栄のとこ橋がかかってますんで、橋の方を渡ってみましょう。すげえ。ちょっと逆光になるけども行ってみよう。ああ、ここすごい盆栄の下がこの砂になってるわ。すげえ贅沢だ。作りが贅沢すぎるって感じがいたしますけども、ちょっとぐるっと回ってみましょう。これはいいわ。ここは鍵かかってて、ちょっとなんか何が入ってるか分かりませんけども。でこっち、なんかすごい年季のこもった建物があります。ああ、ここもここですごいわ。年季の入ったのがたくさんあります。でこっちにも何かありますんで見てみましょう。一応道が整備されてますんで、行けるとこまで行ってみましょう。ご休憩の椅子があります。すげえ。でこっち昔のお墓が並んでおります。あ、ここにも石板があるわ。はい、モノディスみたいのもあります。いやー、こっから見る景色いいね。まだお墓が一回でも建つような土地が余ってるわ。ご立派なお墓建てられます。で一応あの観音様のとこまで行ってみましょう。で観音様あります。すごい。そしてこの看板、ウクライナカラーになっております。ご立派だわ、すごい。でここ上に座禅石っていうのがありますけども、今日
今日は装備してないんでやめましょう。いいな、ぐるっと回っていけるところがたくさんあって、最初から教えてくれば装備してくるのに。まあいいや、このまま行きましょう。これは素晴らしい。じゃあ降りましょう。なんとも言えない風景だ。なんていうか時間がゆっくり過ぎるっていうか、のどかっていうか、これはたまらない場所になっております。ここの景色もいいわ。でここ見るとお墓みんな新しくなってるけども、東日本大震災に倒れたのかな。でみんな新しくしてるのかな。こんな感じがいたします。はい、じゃあ降りてきました。そうしましたら向こうにもなんかありますんで、先向こうの行ってみましょう。ここにお賽銭のとこありますんで、じゃあ隣行ってみましょう。あ、ここに何か書いてありますね。皆さん後で読んでください。で隣にもありますんで、これは神社なのか、ここに鳥居があるから、じゃあ行ってみましょう。明るい、こんな感じの神社になっております。じゃあお邪魔します。いやー、中もご立派だわ。じゃあ少し中の方見学していきましょう。よし、じゃあ帰りましょう。素晴らしい場所でした。ここは福島県二本松龍泉寺。 OK サインゴー。すごいいい場所でした。